こんにちは。思春期の子育てアドバイザーの道山圭です。本日は中学生向け毎日の勉強法という話をしていきます。私はですね、もともと公立の中学校で教師をしていました。現在は思春期の子育てアドバイザーとして年間3000組ぐらいの親子の勉強や子育てをサポートしております。でですね、今までにも本当に数え切れない子たちの成績を上げてきました。例えばこちらの方、そしてこちらの方、まあ、さらにはこういった方、まあ、こういったような方たちは私がですね、勉強会で直接サポートしたり、あとはですね、まあ、メールなどを通して間接的にですね、サポートしたりして成績を上げてきました。でですね、やっぱこういった活動をしていると日々子どもたちからね、いろんな相談が来ます。まあ、その中でもですね、最近多いのが日々の勉強、つまりテスト前じゃなくて日常の勉強ですね、毎日行う勉強、これってどうやってやっていくのがいいんでしょうか。まあ、こんなような相談結構いただくんですね。そこで本日はこの毎日どんな勉強をしていくと一番いいのか、これをお話ししていきたいと思います。この部分をしっかり聞いて実践していただければ、もう定期テスト前にね、焦って勉強しなくても自然にね、定期テストの点数が上がります。まあ、その結果高校受験もね、スムーズに合格できるようになると思いますので、よかったら参考にしていただけると嬉しく思います。はい、まず最初にですね、最も大事なのは継続という話から始めていきます。この毎日の勉強、これをやっていく上で一番大事なことって何か、これは何かというと、もうとにかく継続するってことです。なぜなら仮にですね、1日10分勉強したとしましょう。でもこれを1ヶ月継続できたら300分、つまり5時間のね、約勉強量になるんですよね。5時間あったらね、相当な勉強できますよね。だからとにかくね、短い時間であっても継続していくってことが毎日の勉強を続けていく上で非常に大事になります。でじゃあその時にどういうことを意識したらいいかっていうと、ポイントは2つあってですね、まず1つ目は1日1回は必ず机の前に座るってことです。もうこれを習慣にするといいんですね。もう絶対1回は座る、座ったら最低5分はやろうって決めとくだけで、継続率が上がります。これが1つ目のポイント。2つ目は何かというと、ストレスのない時間で続けるってことです。例えば初日からですね、いきなり3時間勉強とかって言ったらですね、もう次の日ね、鬱になるんですよ。もう明日も3時間か。でもね、初日が例えば15分だけ勉強しようだったら、まあ次の日も15分ぐらいだったらできそうだなって感じな気持ちになりますよね。だから自分の中でストレスのない時間から始めていく、これが継続していくための大事なポイントになります。今言った2つ、これがまずですね、毎日の勉強を続けていく上で一番大事なポイントになります。はい、次に勉強を行う優先順位という話をしていきます。じゃあですね、実際に、毎日のね、勉強何していったらいいのかというと、まあ、優先順位を考えることが大事です。もう一番優先すべきは何かっていうと宿題です。まずは学校の宿題、これをきちんと終わらせるってところから始めていきましょう。で、もう最低限これだけで OK です。もう宿題だけで疲れちゃうんだったら、もうそれだけでいいので、それをきちんと継続していく、これが勉強の一番の土台になります。で、これができたら次に、もし余裕があったら英語と数学の予習、これをやっていくのがおすすめですね。なんでかというと、英語と数学の2教科っていうのはですね、一度わからなくなると本当についていくのが大変だからです。だからそうならないようにできる限り予習を進めていく、これがおすすめですね。どうやってやるかっていうと、まあ、ポイントだけお話ししておくとですね、英語の場合は英単語、次の日学校で習う範囲の英単語の意味を調べておくってことと、その部分を1回音読しておく、これだけで OK です。数学の場合は次の日に習う部分の、例題ですね、これを1回解いておく、これだけで OK です。もうそれやっとくだけで本当に次の日の授業が楽になります。まあね、15分ぐらいはできることだと思いますので、まずはここからやってみてください。もう少し細かい説明は道山圭予習って感じで調べていただけると、他の過去に上げた動画出てくると思いますので、そちらも参考にしていただければと思います。はい、次に部活で疲れて眠い時はという話をしていきます。やっぱ毎日のね、勉強を継続していく上でのね、敵って何かっていうと、やっぱり睡魔ですよね。どうしても部活とか頑張ってる子だと疲れて眠くなってしまうことも結構あると思います。じゃあそんな時どうするかっていうと、対策が2つあるんですね。1つは朝早く起きて勉強する、もう1つは仮眠を取ってから勉強する、この2つです。まず早く起きる、例えばじゃあもう9時に眠くなっちゃうんだったら、もう9時に寝てですね、朝5時に起きて、そこから1時間だけ勉強する、これが一番ね、まあ、理想的な方法かと思います。
ただですね、それをやると朝もなかなか起きられないっていうケースもありますよね。この場合は、まあ、15分間だけ、仮眠をとって、その後勉強すると、結構スムーズにいくことがあります。この仮眠の時間結構長く取りすぎてしまうと、本格的な睡眠になって眠くなってしまうので、まあ、大体仮眠は15分ぐらいに留めておいて、起きたらすぐに勉強を始める。こんな流れでやっていくといいかと思います。はい、次に平日と土日の勉強時間の目安という話をしていきます。じゃあです、実際に平日とか土日はどれぐらい勉強していったらいいかっていうと、まあ、目安だけお話ししておくとですね、まず平日は、まあ、宿題に大体30分ぐらいはかかると思うんですね。この宿題の30分プラス15分、まずはここからのスタートで全然十分です。一方土日は、まあ、宿題の30分プラス30分で合計1時間、これぐらいを目標に始めていきましょう。いきなりですね、プラス1時間2時間とかやっていくと本当にバテてしまうので、もう最初は短いところからスタートで、もう楽勝だな、15分余裕だなと思ったら、まあ15分単位とか30分単位で少しずつ増やしていく、こんな感じで始めていけばいいかと思います。本当に慣れてくるとですね、1日1時間2時間がね、楽勝にできるようになってくると思います。ただそれまでにはね、やっぱりなかなかね、練習も必要だと思うので、まあ無理せず1週間単位ぐらいで勉強時間を見直しながら、ストレスのない感じでね、進めていただければと思います。はい、最後にですね、本日お話しした内容、こちらですね、あくまでも、ポイントしかお話ししておりません。もう少し細かい説明もいろいろあります。こちらについてはね、私のホームページの方に詳しくまとめております。この動画の下の、名前のね、タイトルの下のところの詳細欄のところにね、ホームページの URL 貼っておきます。よかったらこちらも参考にしていただけると、より成績アップにつながるかと思います。